私です。今日はですね、赤松持ってきました。じゃじゃんと。こんな感じね。一本ずついきましょうか。はい。足元に曲を入れて、ちょんまげ走らせてる赤松。今日はこいつの目切りやっていこうかなと思います。目切りっつっても下の方はそんな出てないですね。目が4本5本ぐらいかな、緑が走ってるのがちょっと弱々しい感じの目になってますが、足元こんな感じで、曲が一周ぐるっと入って、でちょんまげがダダーっと伸びて今こんな感じになってます。ここの勢いはねすごいんだけどね、でも言うて10センチぐらいか、そこまで伸びたなーという感じはないですね。元気だなーという感じはない。あ、まあ元気がないわけではないんだけど、そこまで長いわけじゃないですね、緑が。おい、そんな感じの赤松ちゃん。とりあえずこの辺枝抜こうかな。枝じゃない、葉っぱ。葉っぱ抜いて、こっちはねもう緑上のちょんまげをねひたすら伸ばしてもらいたいんで、よっ、この辺に新しい芽が出てこないように葉っぱ抜いときます。よいしょ、 OK、 抜いて緑だけ。この針金はこんだけちょんまげ伸ばすとパッタンパッタン倒れるんで、その上とね上に結んで倒れないようにするための固定用の針金です。無視して大丈夫です。あんまり気にしないでください。はい、こんな感じでここきれいにしときました。で下がこうなってて、下にもね目切り入れとこうかなと思います。で強弱ついてるんですけど、まあ今はねあんまり気にしないです。目が溜まればいいかなぐらいで、下の方に今出てる目を片っ端から切っていく。本当は樹勢を合わせるためにこの緑のね残す長さを調節したり、あとは落とす順番、弱い目から先にやって1週間後に強い目を目切りするとか、そういう順番を目切りする時期をずらしたりすることで樹勢を調整したりするんですけど、今回はそんな細かいことは気にせず、とりあえずここに目がいっぱい溜まってくれればそれでいいんで、もう適当にこのタイミングで全部同時に目切りしてみました。はい、終了。で2本目いきましょう。2本目こんな感じですね。これも同じように1周ぐるっと回ってるんですけど、さっきよりも曲がきつくてもう随分飲み込まれてますね、曲が。こういってぐるっと、こういってぐるっと回ってこう伸びていってるんですけど、まだ今ならなんとなく幹の流れがわかるかな。もうちょっとしたら完全に消えるでしょうね。これもちっちゃい赤松できそうでいい感じになってます。ただ下が弱いですね、やっぱりこれ1本しかない、他ないですもんね。ちょっと下が弱々しいのが気になるところなんですけど、上はねこんな感じでもっさりしております。これもフルバをここ去年のフルバね、フルバを透かして、上の目も1本にしようかな。どれ残そう。とりあえず弱いのは落とすでしょ。2本強いのが伸びてんだなこいつは。悩ましいね、どっち残そう、どっちが強いかな。
こっちの方が葉がいっぱいついてる感じがするから、悩む悩む、どれを残す方がいいのか。こっちの方が長いんだよな。もう2本残しとくか。とりあえず下の方を根切りかけといて、よっ、一本集中、二本集中にしてもらいましょうか。こっからまた生えてきそうだな、下。この辺も抜いとくか。抜いときましょう。よっよっよっ、ほい、これで2本集中型になりました。うん、いいんじゃない、両方残してこれでいってもらいましょう。いいよと、はい、こんな感じですね。足元、うん、そこまで太くないし元気ないですね、足元に。とりあえずこの芽落としときます。もうちょっと今年の芽が出てきてくれないと不安だな。もう少し欲しいですよね。はい、一旦こんな感じで芽切りの作業自体は終わっちゃいました。ここ苔すごいんで軽く足元掃除させてください。はい、土の表面の苔取り除いておきました。粘りもそこまで大したものはないですね。なるほどです。 OK、 これで一旦作業は終了、肥料のっけて終わりにしようかなと思います。マガンプッケ乗せていきます。おららららららら、スプーン一杯分もう丸々乗せちゃいます。マガンプケ、こっちも同様に、おらら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 ら、おららららら、 IB の力乗せときます。おりゃ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 、ほいと、東証の超発酵油かすほまかせも乗せときます。ほい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 、ということで赤松、ミニミニ赤松の芽切り作業が完了いたしました。こんな感じでございます。でちょんまげの方も、もう肥料落ちそうだな、いいよ、ちょんまげもね、こっから走ってるちょんまげもふいーっと、はい、こんな感じで、こっちは2本走り、この辺のね芽は葉っぱは全部取ってあります。よいしょ。でこっちもふいーっと伸びてダーンと、こっちは1本走りですね。ほい、葉っぱ全部フルパワー取ってあります。よいしょ、はい、こんな感じになっております。ちょっと下の芽が弱いのが気になるところなんですけど、またこれからね元気よく2番目吹き出してくれるとありがたいなっていう感じですね。2番目吹いてきて下の方に芽が溜まってくれると嬉しいなと思います。はい、じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。